横浜市建築環境セミナー2023省エネ基準適合義務化に備えた技術講習会を始めます。本講習は以下の3部構成となっています。第1部建築物の省エネ基準適合義務化について。第2部使用基準を用いた演習。第3部関連情報。 なお、本講習会の内容は、2023年12月28日時点の資料をもとに作成しました。内容は随時更新されていますので、常に最新の情報を国土交通省ホームページなどで確認してください。第1部、建築物の省エネ基準適合義務化について。 国土交通省の告知パンフレットの表面を通して現状の省エネ基準適合義務化のポイントを見ていきます。なお、パンフレットの裏面にはより詳しい説明がありますので、国土交通省ホームページにて確認してください。画面右側に国土交通省の告知パンフレットの表面を表示しました。 画面左側にポイントを表示します。2025年4月予定から4号特例が変わります。確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。2025年4月予定から 省エネ基準適合義務化が始まります。原則すべての新築住宅、非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。必要な手続きを怠った場合は、確認済証が発行されません。 2024年4月以降、建築物の販売賃貸時に省エネ性能の表示が求められます。住宅建築物を販売賃貸する事業者は、販売等の際に対象となる住宅建築物の省エネ性能を表示することが努力義務化されます。2024年4月1日以降に確認申請を行った物件、 新築建築物の販売・賃貸を行う場合には、広告等へ所定のラベルを表示する必要があります。住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須です。2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、 住宅ローンを減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります。使用基準を用いることで、住宅の省エネ性能を簡単に評価できます。建築確認手続きにおいて、使用基準で評価した場合は、省エネ適合性判定が不要です。 誘導基準を用いることで、長期有料住宅や、絶値水準に対応した住宅の省エネ性能を簡単に評価できます。絶値は、ネットゼロエネルギーハウスの略称になります。省エネ対策の強化に向けた道筋の一覧表になります。 現在、2023年度、この赤い点線のラインになります。2025年度、全面義務化の施行、予定になっています。その後、2030年、省エネ基準適合義務化後、遅くとも2030年までに、省エネ基準を ゼッチ・ゼブ水準まで引き上げ予定です。なおゼブはネットゼロエネルギービルディングの略称になります。このスケジュールは令和5年11月版国土交通省省エネ技術解説テキストより抜粋しました。 省エネ基準適合判定は2つの方法に集約されます。方法1、標準計算による方法、各個詳細な計算法。こちらは省エネ適反が必要になります。方法2、使用基準による方法。基準値を満たす製品を選ぶ形になります。こちらは、 省エネ適判が不要です。現在の省エネ基準適合判定の一覧になります。住宅については、標準計算、詳細な計算法、簡易計算、モデル住宅法、フロア入力法、使用基準、 のルートがあります。今後、2025年度からの省エネ基準適合の全面義務化に伴い、標準計算、詳細な計算法と使用基準の2つの方法に集約されていきます。 標準計算と使用基準の特徴について見ていきます。標準計算はパソコン等で行う精緻な評価方法になります。ただし、外皮性能を作業する際には、外皮計算用のエクセルを用い、建物の外壁や窓の面積、 基礎の長さなどを計算し、各部材の熱伝導率等を用いて外比性能を計算する形になります。設備機器の省エネ性能については、Web プログラムに設置する各設備の性能や仕様を入力、または設備設置の有無と設備の種類を入力する形になります。 太陽光発電等がある場合にも設備の性能、使用を入力することができます。聖地で作業量が多い特徴があります。代わって使用基準は使用で判断する評価方法になります。外比の面積や長さ、外比性能等の計算はありません。 使用基準への適合の確認だけで済みます。設備機器の省エネ性能についても使用基準への適合を確認するだけになります。大まかで作業量は少ないという特徴があります。2023年10月に 使用と計算の併用による評価方法が可能となりました。外費性能を使用基準、一時エネルギー消費量を計算で評価することができます。使用基準で外費性能を評価した後に、太陽光発電を用いて住宅の 設備機器の省エネ性能を上げたい場合には、使用基準では入力することができませんが、計算方法を使うことで、一次エネ性能を評価することができるようになりました。逆の組み合わせも可能となっています。本講習会は、 使用基準を用いた省エネ基準の内容理解と、基準適合までの手順を演習を通して理解していただくことを目的としています。木造小建て住宅の使用基準ガイドブックを用意してください。左側が表紙、右側が裏表紙になります。 47地域版、25年対応版、省エネ基準編となっていますでしょうか。裏表紙には、令和5年、2023年10月第3版発行となっているでしょうか。情報は随時更新されていきますので、最新の資料をもとに手続きをするようにしてください。 こちらは6、7ページの見開きの画面になります。地域区分、横浜市は6、7地域になります。3つのポイントがあります。1つ目、断熱材の熱抵抗。こちらの欄に記入をして、 適合不適合を判定していきます。二つ目、開口部の熱管流率と日射遮蔽対策。こちらの欄に適合不適合を判定していきます。三番目、設備機器の使用。こちらの欄に チェックを入れていく形になります。最終的に問題がなければ適合の欄にチェックを入れます。使用基準の流れは以上になりますが、具体的な記入例は前のページ4、5ページのところにありますので、そちらを拡大したものをスライドにします。具体的には、 断熱材の製品名や断熱材の種類、厚さから熱抵抗値を求めていきます。基準値はここにあります。4.6以上が基準値で、実際の使用する断熱材が4.8になっていますので、適合の欄にチェックが入ります。 屋根断熱ですので、天井断熱はありませんので、該当部位なしにチェックが入るという流れになります。横浜市は6地域。最初のステップ1、断熱材の熱抵抗について適合であることを確認した後に、ステップ2として、開口部のチェックを確認していきます。 ステップ3として、設備機器の使用にチェックが入っているかを確認し、省エネ基準適宜適合のところにチェックを入れるという流れになります。基準については、24、25ページに載っています。 断熱材の熱抵抗値についてはこちらの表になります。広報としては、重点断熱軸組工法、重点断熱枠組工法と外張り断熱の3通りがあります。それぞれ基準値がここに書いてあります。表中の数値以上であることを確認する必要があります。 外口部の熱管流率はこちらに基準値が出ております。5から7地域はここの欄を確認する形になります。設備機器の使用については文言で書いてありますが、6、7ページのチェックボックスの中にチェックを入れる形になるというふうにお考えください。 見開き89ページをご覧ください。右上、重点断熱工法、軸組み工法になっていますでしょうか。見開きでは断熱材の熱抵抗値を各部位ごとに、屋根、天井、壁、外気に接する床、その他の部分の床、 基礎壁外気に接する部分、基礎壁その他の部分に、それぞれの記入欄があります。欄外には注意事項がいくつか書いてありますので、こちらの方も重要になりますので、よく読んでください。断熱材の熱抵抗値を調べる方法は、 断熱建材協議会のホームページで調べる方法。ウェブやカタログ等で調べる方法などがあります。続いて見開き、ページを開きますと、右上のところに重点断熱工法、枠組み工法というものが出てまいります。定裁は軸組み工法と全く同じになっています。 さらにページをめくりますと、右上のところに外張り断熱工法と出てまいります。軸組工法・枠組工法共通です。若干内張り断熱とは定裁が異なりますけれども、記入する流れは全く同じになります。続いて、14、15ページの見開きを開いてください。 左上に開口部、窓、ドアの熱管流率と日射射遮蔽対策と出てまいります。57地域、横浜は6地域ですのでこちらを使います。見開き右側は4地域になりますのでこちらは使用しません。開口部については3箇所。 使用する開口部に応じた数値を記入する形になっています。さらに、16、17ページは設備機器の使用になります。断冷棒設備、換気設備、給湯設備、照明設備の4種類の設備の使用について、それぞれいずれかのところにチェックが入る、 形になります。設備機器の効率を調べる方法は、一般社団法人住宅性能評価表示協会のサイトから調べるパターンと、ウェブで検索キーワードから効率を調べるパターン、または、 メーカーに問い合わせるパターンの3通りが主だったものとして考えられます。第2部、使用基準を用いた演習。演習を通じて使用基準を実際に確認してもらいます。 演習は以下の条件で実施します。地域区分6、軸組木造重点断熱工法となります。以下の3つのステップで確認していきます。ステップ1、断熱材の選定。ステップ2、 開口部、窓、ドアの選定。ステップ3、設備機器の選定となります。では、最初のステップ1、断熱材の選定に入ります。使用基準による断熱材の選定は、熱抵抗値の基準を用います。熱抵抗値は、 断熱材の厚さを熱伝導率で割ることで求められます。なお断熱材の厚さの単位はメーターになります。または、熱抵抗値をメーカーのカタログ等を参照して求めることでも構いません。ではお手元に 資料1、断熱材の物性地表を用意してください。断熱材の物性地表は5ページに分かれています。1ページ目、資料1の01、繊維系断熱材の厚さと、それに応じた熱抵抗値の換算表。2ページ目は、資料1の02、 繊維系以外の断熱材の厚さに応じた熱抵抗値の換算表。資料1の丸3、大部分がガラスで構成されている窓等の開口部の熱管流率。資料1の丸4、大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部の熱管流率。最後、 5ページ目は資料1の丸5、開口部の垂直面に社取得率になっています。なお、講習会に用いる資料には商品名やメーカー名は記載していません。はい、では早速見ていきたいと思います。まず最初の部位は屋根になります。軸組み工法、充填断熱工法。屋根の部位はここになります。 熱抵抗の基準値について、ここの緑色の空欄のところに数値を入れていただく形になります。下の表は、熱抵抗値の値、ここの緑色の空欄に数値を入れていただく形になります。2種類の断熱材について調べていただきたいと思います。最初は一緒にやっていきたいと思いますが、実際に資料から数値を探す際には、 動画を一時停止して、数値が分かったところで再視聴するようにしてください。では最初に、グラスウール断熱材通常品24-38について見ていきましょう。まず、熱抵抗値の基準値ですが、24-25ページのところにあったように、断熱材の熱抵抗値の基準値が一覧表になっております。6地域はここの4から7地域に入ります。 中点断熱の軸組み工法ですので、この欄を追いかけていく形になります。屋根ですので、4.6という数字が基準値として入ります。続いて、断熱材について見ていきましょう。まず、1行目のグラスール断熱材、通常品24-38。こちらは、資料1の 繊維系断熱材の物性値の表から選んでいく形になります。グラスウール断熱材。通常品24の38はこちらになります。ちなみにこの右側に高性能品の HG××38 とありますが、こちらはこの××のところに24や32といった断熱材の密度に関する数字が入りますので、複数あるという場合はここが××になると。 というふうに書いてあります。えー、まずは行きましょう。通常品24の38ですの、ね、で、この欄を右に追いかけていく形になります。えー、厚さは90ミリの2枚張りという意味です。90たす90は2枚張りですので、90ミリを追いかけていきますと、はい、2.4という数字が出てまいりました。えー、2枚張りですので、それを2倍して4.8という数字が入ります。よろしいでしょうか こんな感じで数値を入れていただき、基準値は4.6以上ですので、適という形で入ります。ちなみに、90ミリと90ミリ足すと180ミリですので、これ1枚張りで180ミリとした場合、計算式はこういう形になります。メーター単位ですので、180ミリは0.18メーター割る 熱伝導率0.038。ここですね。熱伝導率0.038で割り算しますと、えー、結果4.73点点点点となりまして、小数点以下第2を四捨五入しましょうというふうに書いてありますので、四捨五入しますと4.7という数字になりますので、同じ180ミリですが、2枚ばりと1枚180ミリの場合では、若干数値が変わってまいります。では続いて、 押し出し法ポリシチレンフォーム断熱材2種 B の A について見ていきたいと思います。こちらは2枚目の資料になります。えー、繊維系断熱材以外の断熱材の押し出しポリシチレンフォーム断熱材ですので、ここですね。2種 B の A ですので、この欄を右に追いかけていく形になります。 厚さは150ミリですので、この欄を下に追いかけていくと、4.4という数字が出てまいりますので、こちらに4.4という数字を入れていきます。基準は4.6以上ですので、こちらに不適というふうに入れていただくと。こういう形で、使用基準による断熱材の熱抵抗値の不適、適についてを実際に演習でやっていただきたいと思います。 よろしいでしょうかでは次の部位からは皆様方にやっていただきたいと思いますが、えー、資料から数値を探す際には動画を一時停止して、えー、分かった段階で再視聴するという流れでよろしくお願いいたします。なお、えー、この講習会においては、あ商品名やあ実際のメーカー名等はあこの欄には記入しないようにしてあります。さらに、 断熱材の物性値については必ずメーカーに確認するようにしてください。では2番、天井からあ皆様方にやっていただきたいと思います。では始めてください。 はい、よろしいでしょうか。では、見ていきましょう。まず、基準値の方ですね。えー、こちらは、天井になりますので、ここの数字、4.0が入りましたでしょうか。続いて、2種類の断熱材の適・不適について見ていきますが、一旦スライドを変えます。はい、断熱材の表をここに持ってきました。まず最初、グラスウール断熱材の高性能品。 HG24 の38の140ミリについて見ていきましょう。1枚目の物性値の表ですね。こちらの HG24 の38ですので、ここですね。HG24 のところが複数考えられるので、32も入れば24も入るので、バツになっています。ここの プランを横に追いかけていって、厚さは140ミリですので、はい、ここですね。3.7という数字が出てまいりますので、こちらに3.7と数字を記入します。続いて2枚目、ロックウール断熱材 MA については、ここにあります。これも1枚目の資料の、えー、グラスウール断熱材の下のロックウール断熱材のところですね。 これを酔いに追いかけていきまして、厚さは155ミリですので、はい、ここですね。4.1という数字がありますので、ここに4.1という数字より入れていきます。はい、スライド戻りまして、基準は4.0以上。え一、ー、つ目の断熱材の熱抵抗値は3.7。二つ目の方は4.1になりますので、基準と比較しまして、こちらは不適になります。 こちらは適となります。よろしいでしょうかでは続いて、壁について見ていきたいと思います。えー、先ほどと同じように資料から数値を緑色の空欄のところに入れて適不適を判断してください。では始めてください。 はい、よろしいでしょうか。では、まず基準値の方です。壁になりますので、はい、こちらですね。2.2という数字入っていますでしょうか。続いて、断熱材の表については、ページを変えまして、はい、こちらの方で見ていきます。一つ目、グラスウール断熱材通常品の10の50、厚さ,さ105ミリについては、1枚目の資料ですね。 えー、グラスール断熱材の一番上の行です。えー、通常品10の50で105ミリになりますので、はい、2.1という数字があ入りましたでしょうか。続いて、えー、吹き付け硬質レーターホーム断熱材の A 種3になりますので、えー、2枚目のお資料から、吹き付け硬質レーターホームここにあります。A 種3はこちらです。 こちらの厚さ90ミリのところを追いかけていきますと、2.2という数字が出てまいりました。はい、2.2こちらに記入していきます。はい、実際の断熱材の熱抵抗値が分かりましたので、スライド戻りまして、基準は2.2以上でした。一つ目の断熱材は2.1。もう一つの断熱材の熱抵抗値は2.2ですので、 基準と比較しますと、こちらは不適。こちらは適となります。よろしいでしょうか。ここで注意事項なんですが、硬質ウーレタンフォーム吹き付け断熱材の A 種3については、繊維系断熱材と同様に糖質性が高いので、使用にあたっては注意していただきたいと思います。 こちらはガイドブックの方にも記述がありますので、後で確認してみてください。はい、続いて床、外気に接する部分ですが、こちらはこの部分になります。2回オーバーハングしているところの床の断熱材ですね。こちらの熱抵抗値の基準値から、それぞれ2種類の断熱材の熱抵抗値、この数字を入れて、 適否を判断していきましょう。では、始めてください。はい、よろしいでしょうか。まず、基準値ですが、床外気に接する部分ですね。ここになります。外気に接する部分。はい、3.3という数字入りましたでしょうか。 基準値3.3以上になります。続いて断熱材の表は別ページでちょっと見ていきましょう。はい。まず最初、ビーズーポリシチレンホーム3号120ミリになりますが、こちらはボード系ですので、線維系以外の断熱材2枚目の資料ですね。はい。ビーズーポリシチレンホーム断熱材で3号になりますね。こちらです。厚さは120ミリになりますので、 はい。3.2という数字。ここに入りましたでしょうか。もう一つは、グラスウル断熱材、高性能品 HG32-36 です。これはあ、物性値の表の1枚目ですね。えー、32-36については、はい。 高性能品のバツバツ36。ここに32という数字が入る形になりますが、複数あるのでバツバツということでしたね。えー、ここの欄を右に追いかけていきます。厚さ120ミリですので、はい、3.3という数字になります。はい、ここ3.3入りましたでしょうか。では、ページ戻りまして。基準は3.3です。 一つ目の断熱材は3.2の熱抵抗値。もう一つの断熱材は3.3の熱抵抗値ですので、基準と比較しまして、3.2は不適です。3.3以上ですので、3.3、これは適となります。よろしいでしょうか。はい、続いて、 5番目として、床、その他の部分について見ていきますが、その他の部分というのは、ここの部分を今指しています。先ほども申し上げました通り、こういう小さな文字で書いてあるところもとても重要なことが書いてありますので、読み落とさないようにしていただければと思いますが、早速、床、その他の部分について、それぞれ緑色の欄に数字を入れ、適否を判断してみてください。では、始めてください。 はい。よろしいでしょうか。はい。では、まず基準値の方ですね。えー、この表の中の床、その他の部分ですので、はい。2.2という基準値、2.2以上になります。はい。続いて2種類の断熱材について見ていきますが、硬質レターンフォーム2種1号と硬質レターンフォーム2種2号になりますので、えー、物性値の表2枚目のお表ですね。 こちらの方の高質レターンホーム断熱材のところを見てください。21号と22号を上下に重なってありますね。こちらの部分で共に50ミリですので、ここを追いかけていく形になりますので、はい。2.2と2.1という数字がこちらに入ってまいります。よろしいでしょうか はい。では、数値入りましたので、また戻りまして。基準は2.2以上です。最初の方の断熱材、21号の方は2.2。これは2.2以上ですので、適ですね。2.1については、これは基準を満たしていませんので、これは不適になります。ここで注意事項なんですが、同じ商品名でも21号と22 2号がある場合があります。 その場合、抵抗値が当然異なりますので、現場では必ず製品の刻印を確認するようにしてください。以前、現場検査の時に、設計図書で21号だったものが、現場で22号が施工されていて、基準を満たさなかった場合がありました。後で大工さんが貼り直し、床下に潜って貼り直しをしてまして、とても大変な作業を見たことがありますので、ぜひ現場できちんと刻印を確認するようにしてください。 はい。続きまして、えー、6番目ですね、えー。土間床等の外周部分の基礎壁、外液に接する部分ですので、ここの部位になります、えー。引き出し線はありませんけども、ここも同様ですね。外液に接する部分です。はい。えー、この部位について、えー、適否を判定していきましょう。では、始めてください。 はい。よろしいでしょうか。では、まず基準値ですね。えー、外気に接する部分になりますので、はい。ここの1.7のところですね。入りましたでしょうか。1.7以上が基準になります。はい。2種類の断熱材については、ちょっとページを変えまして、はい。ここで見ていきましょう。えー、押し出し法ポリスチレンホーム断熱材の一種 BC。えー、こちら厚さ60ミリですので、 はい。え、押し出し法ポリスチレンホーム断熱材え、一種 BC の、ここですね。ここを右に追っかけていて60ミリですので、はい。1.7という数字になっていますので、こちら1.7という数字が入ります。続いて二つ目の断熱材フェノールホーム断熱材についてはこちらにすでに出ておりまして、フェ,ネフェノールホーム断熱材の一種2号 D の1ですので、 一種、ここが×になっていますが、ここ同様に、×には1から3の数字が入りますので、一種、2号、ここですね。での1。ということで、この欄を右に追いかけていく形になります。厚さは35ミリですので、ここですね。1.8という数字がありますので、ここには1.8という数字を入れていただきます。よろしいでしょうか。では戻りまして。 基準は1.7以上で、えー、こちら、一つ目の断熱材は1.7です。これは1.7以上ということなので適になります。1.8も基準値1.7以上ですので適となります。はい、よろしいですかね。えー、ただちょっとここでまた注意事項があります。えー、今、この断熱材を入れる位置なんですが、ここのところでは特にですね、 ユニットバスの部品とを干渉する位置になるんですね。ですので、60ミリの厚さの断熱材で部品と干渉するかどうかは、しっかりと確認をするようにしてください。こういった注意事項も、断熱材の熱抵抗値、基準クリアしてますよといった場合でも、施工上の問題が出てくるというところも念頭において選ばれるとよろしいかと思います。 はい。ステップは最後になりますね、えー。基礎壁のその他の部分ですので、この部位は、その他の部分は、ここです。ここもそうですね。こういったところの部位についての熱抵抗値の基準値、実際の断熱材の熱抵抗値について、また皆様方で入れていただければと思います。では、始めてください。 はい、よろしいでしょうか。はい、基準の方ですね。えー、基礎壁のその他の部分は、ここにありますので、0.5という数字がここに入ります。基準は0.5以上になります。えー、2種類の断熱材については、はい、えー、こちらで見ていきましょう。えー、グラスウール断熱材通常品10の50。こちらは、 1>, 1枚目の物性値の表ですね。通常品10の50です。厚さ50ミリですので、1.0という数字が書いてありますので、こちら1.0という数字が入ります。続いて、吹き付け更新レタンホーム。A 種1。 先ほど A 種3については、えー、繊維系断熱材と同じような使いが必要とありましたが、A 種1についてはそういう記載はありません。一覧表、2枚目の物性値の表から、吹き付け硬質レターンフォーム A 種1を追いかけていきます。厚さ20ミリですので、はい、0.5という数字がありますので、こちら0.5という数字を入れていただきます。 では、スライド戻りまして、基準値は0.5以上。一つ目の断熱材は熱抵抗値1.0。もう一つの方の断熱材は熱抵抗値0.5ですので、こちらの方、数値はクリアしていますね。1.0。ですが、ちょっと注意事項があるので、アスタリスクにしておきます。こちら0.5、基準0.5以上ですので、こちらは問題ありません。敵になります。 さて、このアスタリスクなんですが、グラスウル断熱材を、この基礎の立ち上がりに使えるかどうかなんですね。えー、グラスウル断熱材、こういったところには壁や床にはよく使われます。天井にもよく使われますが、この基礎の立ち上がりのところに使えるかどうかというところは、よくよく検討が必要になりますので、 え、アスタリスクとして適否不適を判断する前に、グラスウールのような糖質性の大きい断熱材を基礎立ち上がり部分に用いれるかどうか、メーター、メーカーに使用の可否の確認を必ず取るようにしてください。はい、これでステップ1の方は終了となります。 では続きまして、ステップ2、開口部の選定について見ていきます。開口部について、使用基準による開口部の選定は、熱管理率の基準を用います。また、日差しを遮る有効な日差しがないところに設置する窓については、日射取得率の基準もあります。窓の選択方法には、一つ目として、 仕様を自分で選択する場合があります。その仕様は、一つ目は縦具の仕様、二つ目はガラスの仕様、三つ目は中空層の仕様、四つ目は付属部材の、この四つの項目について検討が必要になります。縦具の仕様については、その内訳は、樹脂製または木製、樹脂と金属、 木と金属の複合材料性、金属性、金属性、熱、遮断構造の4種類になりますが、通常アルミサッシュと呼ばれるのはこの金属性になります。ガラスの仕様の内訳は3層複層ガラス、2層複層ガラス、短パンガラス。それに加えて、一般ガラスと浪費ガラスの区分があります。中空層の仕様は、 ガス封入あり、ガス未封入、中空素の厚さの内訳になります。付属部材については後ほど見ていきたいと思います。窓の選択方法の2番目としては、カタログで調べたり、メーカー、建材店に問い合わせて、基準に適合したものを入れていくという方法があります。 では、最初にその内訳について見ていきたいと思います。まず最初、有効な久しの軒があるところに接する窓、ここの部分になります。有効な久しの軒というのは、の裏から窓下までの高さを H とした場合に、そのデスンが外壁から 0.3H 以上ある場合を有効な久しの軒があるというふうに判断します。 有効な軒日差しがない場合がもう一つ。さらに、玄関ドアですね。この三つの種類について、基準適合を判断していきます。まず、最初、有効な日差しの木があるところに接する窓ですが、熱貫流率の基準値を調べていただきます。24、25ページにありました。 選択した窓の熱管流率をここに書いていただきます。で、適、不適をここに記入しますが、選択した窓はここです。仕様がここに書いてあります。この仕様に準じた熱管流率を調べていく形になりますが、まず最初ですので一緒にやっていきたいと思います。熱管流率の基準値ですね。こちら24、25ページにありますので、この表です。 6地域はこちらになりますので、熱貫流率は4.7という数字になります。はい。実際に今度は、選択した窓の仕様がここに書いてありますので、この仕様に準じた熱貫流率を、今度は資料の3枚目を見ていただきながら選んでいただきたいと思います。 はい、資料の3枚目。縦、えー、具とガラスの組み合わせによる開口部の熱管流率、縦具の使用とガラスの性能から算出しました、えー。大部分がガラスで構成されている窓等の開口部に対する、まあ、一覧表になっていますが、えー、まず縦具の使用、アルミですので、金属製を選んでいきます。と、ここが金属製縦具になります。 ガラスの使用は複層ガラスで一般ガラスですので、はい、複層ガラスの一般ガラス、ここの欄になります。中空層はガ,ガス未封入で、えー、6ミリになりますので、はい、えー、ガス封入されていないの6ミリなので8ミリ未満、ここの欄を追いかけていく形になります。付属部材は、シャッター、雨戸、 和装児、風除室等が付属部材という考え方になっていまして、えー、付属部材なしですので、ここの欄を追い,いかけますと、4.65という数字になります。少し大きくしておきましょう。金属製建具、グ、服装ガラス、一般ガラス、ガス封入されていない8ミリ未満になりますので、4.65という数字になります。 こちらも小数点第2位を試写合入しますので、こちらには4.7という数字が入ります。はい、基準4.7以下ですので、ここは敵となります。先ほどの断熱材の表と、まあ、同じような形で該当する部分を追いかけていくで。そこで数値を拾っていくという流れ。これは変わりません。よろしいでしょうか はい。では、実際に皆様方にやっていただきたいと思いますが、今度は有効な日差し、軒等がないところに接する窓ですので、基準値が2つあります。まず、日射遮蔽対策。窓の日射あ取得率。ここが基準値の1つ目。それから、熱貫流率の基準値。ここが2つ目の基準値です。 選択した窓の日射取得率と選択した窓の,窓の熱管流率をここに記入していただきます。選択した窓はここにアルミ、ローイー、複層ガラス、日射取得型、ガス未封入、中空層6ミリで付属部材なしという窓について、この2箇所に数字を入れていただきたいと思います。では始めてください。 はい。よろしいでしょうか。では、基準値の方を見てまいります。熱管理率の方は、4.7が入ります。日射遮蔽対策については、開口部、窓ですね、開口部の日射熱取得率が0.59以下であるものが必要になりますので、ここの基準値0.59が入ります。 続いて選択した窓の日射取得率と熱管理率について見ていきたいと思います。まず、縦具の使用、アルミ。金属製になります。ローイー服装ガラスです。ローイーの服装ガラスになります。 ガス未封入の6ミリですので、こちらの部分が該当する形になります。付属部材なしですので、4.07。小数点以下死者五入しますので、4.1という数字入りましたでしょうか。続きまして、5枚目のページを見ていただきたいと思いますが、こちら、垂直面日射熱取得率の表になっております。 選択した窓については、金属製アルミで、えー、ガラスの使用はロー E の服装ガラスですので、はいえー、ロー E の服装ガラス。日射熱取得型です。付属部材なしですので、0.51と数字があります。こちらが0.51となります。 それぞれ0.59以下で選択した窓は0.514.7以下で選択した窓は4.1ですのでその適比についてをここに入れていきますと共に適となります続きましてドアについて見ていきたいと思いますドアについては枠の仕様、戸の仕様、ガラスの仕様 中空層の使用について選択したドアの熱貫流率を見ていただきますので、えー、資料の4ページ目ですね。ドアについての資料から数値を拾ってここに入れていただきます。熱貫流率の基準値は変わらず4.7になります。 はい、では、こちらの選択したドアの熱完了率の方を調べて入れていただきたいと思います。では始めてください。はい、よろしいでしょうか。 実際に4ページ目の資料を、ちょっと細かくて申し訳ないんですけれども、一覧にしました。金属製ですね。枠がまずアルミです。枠が金属製です。ここです。戸の仕様。ここ戸の仕様ですね。扉の仕様は、金属製のフラッシュ構造ですね。こちらですね。でポストなしです、ね。こちら。 ガラスの仕様は、服装ガラスですので、ここですね。で、えー、あとは中空層の問いませんので、まあ、2.91ちょっと小さいので、えー、ちょっと大きくしました。はい。金属製フラッシュ構造。えー、ポストなし。えー、服装ガラス。 中空層の厚さ問いませんので、ね、2.91という数字。はい、小数点以下第2位を試写購入して、2.9という数字がこちらに入ります。基準4.7以下ですので、適となります。はい、これで、え開口部ですね。こちらの方の基準の適否についてわかりました。 続いて、ステップ3。設備機器の使用について見ていきたいと思います。設備機器は以下の4つの設備機器に関する基準があります。1つ目、断冷房設備。2つ目、換気設備。3つ目、給湯設備。4つ目、照明設備になります。 それぞれの設備機器の種類とその効率等の基準が示されていて、これに該当するか、もしくは同等以上の評価のものを選択すると。そうすると基準を満たしていると判断できます。ではまず最初。断冷房設備の使用について見ていきたいと思います。断冷房設備は、 エアコンであったり、パネルヒーターなどが考えられます。暖房する部位については、重固全体を暖冷房する場合はこちらにチェック。居室のみを暖冷房する場合はこちらにチェック。暖冷房機器を設置しない場合はこちらにチェックする形になります。では、それぞれの内訳を見ていきたいと思いますが、 教室の定義についてはガイドブックにもありますが、ピンク色の部分、こちらは主たる教室になります。黄色い部分はその他の教室。青色に塗られたところは非教室と呼ばれています。言葉の定義もしっかりと押さえておいてください。はい。では断令防設備について見ていきましょう。 まず最初、重固全体を断冷房するにチェックを入れた場合は、ダクト式セントラル空調機でヒートポンプを熱源とするものを入れていただきます。えー、そちらの方を入れますよっていう時には、ここにチェックが入ります。えー、この二つにチェックが入れば、断冷房設備終了となります。続いて、居室のみを断冷房する場合にチェックを入れた場合、 暖房については二通りありますが、まず一つ目。パネルラジエーター。こちらですね。パネルラジエーターにチェックを入れて、その場合は、三種類の熱源、このどちらかを入れる必要があります。えー、石油洗熱型回収型温水暖房器。ガス洗熱回収型温水暖房器。 電気ヒートポンプ温水暖房機のいずれかにチェックを入れていただき、パネルラジエーターにチェックを入れて、教室のみ暖房にチェックが入れば暖房は OK となります。なお、注意書きがありますけれども、パネルラジエーターと熱源器の間のこの配管についての被覆ですが、か管だけではあ被覆とは認められません。必ず断熱被覆をするようにしてください。 暖房についてはもう一つ。居室のみを暖房する場合、暖房のほうもう一つは、ルームウェアコンディショナーでエネルギー消費効率基準の区分が、いまたはろのものを選びましたと。とここにチェックが入ると、ここにチェックが入って暖房はクリアとなります。えー、6地域の場合、暖房はあこの2種類になります。 冷房については一択一種類になります。ルームウェアコンディショナーでエネルギー消費効率基準の区分がイまたはロのものになります。こちら。ルームウェアコンディショナーのここにチェックが入りますと、居室のみ冷房もチェックが入って、えー、共にチェックが入った場合、えー、断冷房設備の使用をこれクリアするという形になります。よろしいでしょうか 続いていきます。今度は換気設備について見ていきたいと思います。換気設備についてはこちらにちょっと大きく書きました。ダクト式一種換気設備熱交換なしで、ダクト内径が75ミリ以上でかつ DC モーター直流のものであればここにチェック。 ダクト式2種または3種換気設備でダクト内径が75ミリ以上のものを入れた場合はこちらにチェック。壁付け式第2種または第3種換気設備のものを入れた場合はこちらにチェックが入ります。なお、ガイドブックに注釈がありますが、換気設備に長さ1メーター以上のダクトを接続したものをダクト式と呼んでいます。 この3つのいずれかにチェックが入る必要がありますが、いずれかにチェックが入れば、換気設備はクリアです。続いて、給湯設備に移ります。こちらの内容をここに表示しましょう。給湯設備は1つ目、石油戦熱回収型給湯器エフィールで、モード熱効率77.8%以上のものを使う必要があります。その場合、ここにチェック。 ガス潜熱回収型給湯器エコジョーズの場合は、モード熱効率78.2%以上のものが必要で、その場合はこちらにチェック。電気ヒートポンプ給湯器エコキュート。この場合実効率は問いません。こちらを使う場合はここにチェック。どのチェックボックスか、どれかにチェックが入る必要があります。どれかにチェックが入れば、給湯設備はクリアです。 最後、照明設備。ここに書いてあるのをこちらに転記しました。非教室の全ての照明に LED または蛍光灯を設置している場合、ここにチェックが入ります。教室の照明設備については確認不要です。先ほど見ました通り、ピンク色が主たる教室、黄色がその他の教室。で、今回は、 非居室のすべての証明ですので、この水色のエリアのところ、こちらに LED または蛍光灯を設置することになれば、ここにチェックが入るということですね。つまり白熱灯を使ってはいけないということです。はい。これで、設備関係、4つの設備について見てまいりましたので、すべてにチェックが入れば、これで設備関係はこれ終了となります。 これでステップ3は終了となります。設備機器の効率等を調べる方法。16、17ページの見開きの下部にこのような記載があります。設備機器の効率等を調べる方法ですが、まず一つ目として、 一般社団法人住宅性能評価表示協会のサイトから調べる方法があります。二つ目として、ウェブで検索キーワードから効率を調べる方法があります。こんな感じですかね。三つ目として、一番のサイト、二番のウェブ検索で不明な場合、メーカーに直接問い合わせるという方法もありますよということですね。こんなところを、まあ、 頼りに調べていっていただければと思います。第3部、関連情報です。使用基準で申請する方法のうちの木造誘導基準に関する解説編。使用基準で申請する方法の RC ゾーンの解説編。断熱建材協議会のホームページの紹介。使用基準による申請について見ていきたいと思います。 使用基準で申請する方法、木造誘導基準について。こちらがガイドブックになりますが、ここの部分が誘導基準編になっているタイプのガイドブックです。長期有料住宅や絶地に対応する形の基準のガイドブックになります。 見開き4、5ページを見てみますと、先ほどの記入例とほとんど同じようなものが出てまいりますが、もちろん誘導基準ですので基準は厳しくなっています。6、7ページに実際のチェックリストを表示しましたが、この辺の数字、基準値が変わってくるだけで、あとは定裁は変わらないですね。こちらも同様です。 こちらのチェックボックス、こちらはそれぞれの仕様がだいぶ厳しいものになっています。それにて適する、適合するものをチェックしていく形になるという流れです。内容も一部ちょっと見ていきましょう。7 8, 8、9ページですが、重点断熱工法、軸組工法の見開きですが、定裁はやはり同じですね。えー、基準値が変わってくるということになります。 解雇部についても、定裁は同じです。基準値が変わる形になりますね。ステップ3の設備機器の使用も、まあ、定裁は一緒ですが、まあ、内容が変わってくるというところでしょうか。えーまあ、ガイドブック、このような形で、まあ、長期有利や絶致を、まあ、基準とするものについてもガイドブックが用意されているということで、こちらの方も活用していただければと思いますが、その基準については、 24、25ページのところに乗っかっています。断熱材の熱抵抗値や、開口部の熱管流率機器の使用等がこちらに一覧になっています。続いて、使用基準で申請する方法のうちの参考として RC ゾの解説編見ていきます。 2023年12月末の時点では8地域版のみが RC 像は公開されています。8地域は先島諸島、沖縄郡、奄美群と小笠原諸島になりますが、木造 RC の使用基準のガイドブックとして発行されています。 チェックリストの記入例を見ますと、ちょっと定裁変わりますね。8地域というところが大きく影響しています。チェックリストを見てみますと、やはりそうですね。似たような定裁ですけど、内容はだいぶ変わってまいります。RC の部分がここに出てくる形になります。 その次のページをめくっていきますと、ここが RC の部分になります。ここの基準値は8地域の基準値ですので気をつけてください。設備機器の使用も、まあ、定裁は一緒ですね。内容はだいぶ変わりますけど例えばあ、あ暖房設備の規定ないですね。8地域です。まあ、こんなところがちょっと変わってくるところでしょう。 はい。続いて、使用基準のガイドブックに掲載されてました断熱建材協議会のホームページの内容を許可を得ましたので一部紹介していきたいと思います。こちら、断熱建材協議会のホームページのトップページになります。ここの部分、省エネ基準、使用基準の断熱材窓等の製品リストをクリックしますと、こんなページが出てまいり、 木造軸組工法で5、7地域をクリックしますと、こんなページになります。軸組工法5から7地域。それぞれ内訳、屋根、天井、壁、床、止間床、窓、ドア。それぞれクリックすると、製品の一覧が出てまいりますが、例えばここの屋根のところをクリックしますと、 こんなページが開かれます。4から7地域共通で熱抵抗値4.0以上の製品名と厚さによって断熱材の熱抵抗値が出てまいります。会社名も書いてあって、この一覧の中から選んでいくというのが一番楽ですかね。 ちなみに4.0以上ですので、これ2枚重ねということです。1.8と2.3、アスタリスクがついているやつですね。これは単独で4.0になっています。で、このページはさらに下がありまして、こう続きます。各メーカー名があって、商品名があって、厚さに応じた熱抵抗値があります。それぞれの断熱材の一般名称がこちらにあります。 ページはまだ下ありまして、一番下がこうなっています。同様ですね。ですので、実際に製品名とその厚さに応じて熱抵抗値の値がすぐに参照できますので、会社名も記入がありますので、こちらの断熱、断熱建材協議会のホームページを活用するというのはだいぶ有効かもしれないですね。 はい。続いて、使用基準による申請について見ていきたいと思います。こちらは国土交通省が出しています、確認申請図書の作成例になります。使用基準による省エネ評価使用書になります。外費断熱基準であったり、一時エネ基準を一覧表にして、 それぞれ断熱使用候補、まあ熱抵抗値の値等、基準値をクリアしているというのを記入していく形ですかね。ちょっと見ていただきたいんですけれども、これ使用基準で、えっ、ー、と、入居者設置になっています。断冷房設備。えー、設置しないというチェックボックスがありましたね。先ほど、設備機器のとこで。その場合は入居者設置となります。で、注意してほしいのは、 これ、誘導基準、厳しい基準になりますと、入居者設置ではダメになりますね。えー、つまり、建売り住宅で、えー、販売したにまに、まあ、入居者設置ですよでよかったんですが、誘導基準の場合には、えー、入居者が決まっていない場合でも、えー、きちんと、えー、基準を満たしている仕様の設備機器を入れておく必要があるということです。誘導基準はそれだけ厳しいということですね。 はい、最後になりました。えー、申請手続きに関する書類、どんなものがあるかなというのを見ていきたいと思いますが、必要図書については、省エネ関係の表になります。省エネ適判を受ける場合と、省エネ適判を受けない場合ですが、使用基準の場合は、省エネ適判を受けませんので、こちらが該当します。必要な書類、確認申請時と完了検査時、 こちらの方に一覧がありますので、こちらを見ながら、また、実際に申請、提出する窓口の担当者ともしっかりと相談をしながら、どういった書類が必要かということを念頭において、作業に当たっていただければと思います。はい、これででセミナー終了となります長い時間どうもご苦労様でした